さあ、ウェファーチャンピオンズリーグ準決勝、勝利の女神が微笑むのはどちらか。勝利を収めるのはどちらか、 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さん、こんにちは。アーセナルスタジアムへようこそ。大勢のサポーターの熱気の中からサッカー中継をお送りします。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのは準決勝のファーストレグ、アーセナルがAC ミランを相手にします。いよいよ準決勝ですが、やはりといったチームが残ってきました。ここまでの内容に鑑みて激しい競り合いになることは間違いありません。ファーストリーグを制して一歩リードするのはどちらのチームでしょうか。こちらがアーセナル、これは危険なタックルです。レッドカードもありえます。交代します。トムリ、ボルチに渡ったカラブリア、コベガ、ここでトモリ、トンマーゾ・コベガ、トモリ、フルスとの戦いですが、前のクラブのサポーターからも歓迎されていますね。はい、クラブに貢献してくれた選手ですからね。これなら問題なくいつも通りのパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。ショートパスをつなぎます。どこから攻めるでしょうか。コーナーキックの判定です。
ッションは相手に渡ります。富安武彦、シュクエセ、さあボールを前に運びます。ここからどう得点に結びつけるでしょうか。さあカウンターで一気に行きたい。さあボールを取り返した。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。
ブリウ・マルティネッティ。ボールポゼッションが相手に移ります。アド絶好のチャンス、決まった。ゴール。この選手は今日2点目、素晴らしい活躍を見せています。いいコースに打ってきましたね。精度の高い見事なフィニッシュでした。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。冨安健洋、ホワイト、サラーがボールをキープできません。ラファエル・レオン、テオ、自分で中に持ち込んでいきます。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。ゴール。最初のシュートはキーパーに防がれたものの、今度は決めてきました。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため、相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。ホセルイス・ガヤ、ここでサリバ、ガブリエル、トミヤス・タケヒ、ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。タックルで止めに行きます。ボールを持って出しどころを探します。冨安健洋、腕ゴールに渡った。サラ、これは素晴らしいスキルです。腕ゴール。さあ来た。キーパーのファインセーブ。あの距離からのシュートによく反応しました。ホセ・ガヤに渡った。ここでサリバ、いいタックルです。ボールがこぼれている。ボールを前に運んでいます。
らしいセーブ。フラッグが上がってますね。いずれにしろこのプレーはオフサイドでした。前半終了を告げるホイッスルがアーセナルスタジアムに鳴り響きます。前評判通りこの選手は見事なプレーを見せています。貪欲にゴールを狙っていますね。そして結果も残していますから相手チームも手を焼いているようです。プレーを見てみましょう。ここからワンツーでテンポよく抜け出します。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ゴルチ、ここでトモリ、コベがリードを守りながら素早いパス回しで隙を伺っています。カラブリア、ボルチに渡った。オカソ、ボールはミランから相手に渡ります。トーマス、サリバ、ホセガヤに渡った。アーセナルパスをつなげない。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。クリアしましたね。トーマス・パーティー、ボールが相手に渡りました。アタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。残り時間は30分です。
危険な位置です。緊張感が増してきます。クロスボールをクリアします。危機を逃れました。ガブリエル・マルティネッリ、トーマス、ボヌッチのクリア。これはよく見ていました。ヨエルナンデス、シュート、入ったゴール。この選手がまた決めました。素晴らしい決定力です。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。ホセルイスガヤ、アーサルのスローインです。サリバ、ここでサリバ、ウーデゴール、ホワイト、さあ富安へ、ガブリエル、サリバ、これは強烈なタックル。キープしてボールを守っています。サリバ、ここでサリバ、残り時間は20分です。ボールを失ったのはガブリエル・マルティネッリ。この失点シーンですが、ペナルティエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは監督も怒ってると思います。重ねていきます。この勢いのまま追いつけるでしょうか。リプレイが出ます。
ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのフィニッシュ、最後はキーパーとの1対1でしたが、うまくかわしましたね。シュートも申し分ありません。時間はあとわずか。アーセナルは同点に追いつけるか。クーデゴール、同点に追いつけるか。狙ってくるか。入った、ゴール。一時は3点差まで離されたものの、これでついに追いつきました。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。厳しい顔をしていますね。同点ゴールの後、何か作戦を変えるのでしょうか。終了のホイッスル。準決勝のファーストレグは同点で引き分けに終わりました。どちらのチームにもチャンスがあったものの、相手を打ち負かすまでには至りませんでしたね。セカンドレグはさらに競った試合になるのは確実ですから、大いに期待しましょう。さて福西さん、今日の試合はラファエル・レオンがひときわ大きな存在感を放っていましたね。予想した通り、この選手の最近の好調ぶりを示すパフォーマンスでしたね。引き分けたとはいえ、
この試合2得点と文句なしの内容です。